Windows2 号は Windows8Enterprise Edition の機能でフラッシュメモリや外付けハードディスクドライブなどの USB ストレージデバイスからのブートと OS 実行を可能にする。企業のシステム管理者がその企業の決めたデスクトップなどを反映させた Windows8 を各ユーザーに配布できるようにすることを意図している。Windows8 の他のエディションでは Windows2 号ドライブの作成は サポートされていない。2011年9月に開催されたビルドデベロッパーカンファレンスで参加者に Windows2 高対応ドライブが配布された。Windows10 バージョン1903のリリースをもって開発を終了し、バージョン2004で Windows2 号ワークスペースの作成が削除された。Windows8 がリリースされるまでは USB ストレージからのブートをサポートしていた。 Windows は組み込み向けの Windows e m b e エンベ d ットスタンダード7やハイパー V サーバー 2008R2 に限られていた。2011年4月、Windows 8ビルド7850がリークされ、このビルドにはポータブルワークスペースクレアトールというプログラムが含まれており、Windows 8のブート可能な USB デバイスを作成するものだと判明した。2011年9月、 マイクロソフトは Windows2Go をビルドカンファレンスで公式発表し、その場で 32GB の USB メモリに Windows2Go をプレインストールしたものを配布した。2019年5月、開発終了を発表。マイクロソフトによれば Windows2Go ドライブは Imagix などの Windows ツールを使って作成し、配備することができる。Windows2Go は、 USB2.0 と3.0で使用可能で従来からの BIOS でも u e f i ファームウェアでも使える。ビルドでの発表においてライセンスの詳細は語られなかったが2012年4月18日マイクロソフトのソフトウェアアシュアランスプログラムで w i n d o w s 2 5の使用権もライセンスされることが明らかとなった。それによるとソフトウェアアシュアランス契約を結んだ企業の 従業員は Windows2 を個人所有の PC などで仕事目的で使用することも可能となる。GD ネットのライターサイモン・ビッソンは Windows8 の最も興味深い機能の一つとし、USB2.0 ポートで使用しても十分な性能であり支援は感じられないとし、Windows8 の非常に便利な実行方法だとした。ありがとうございます。